ようこそ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パワテラです。ということで今回なんですけども、3分30秒で20万ドルも稼げるって本当かやなごくん。というわけで今回は毎週木曜日17時頃に更新されるタイムトライアルと RC タイムトライアルを案内していきます。まずは表示オプションからその他表示カスタムにしてください。そうすることでここにタイムトライアルが表示されます。今回は大型アップデートで追加されたこのジェスター RR を使ってみたいと思います。普段だったらおすすめの車両あるんですけれども、まあ、できるだけ速いとか操作しやすい車両がいいと思います。まあ、今回はジェスター RR 使ってますけれども、普段であればクリーガーとかもしくはイタリ GTO、 またデベステイト、またバイクだったらね、翔太郎、白鳥ドラッグ、バティ RR あたりがねおすすめかなと思います。まあ、バイクの方がねスムーズにねこういけるんじゃないかなと思います。でバティの場合はウィリー走行するっていう感じですね。では今回の車、ローグリップタイヤなし、エアサスも下げていない状態にしています。ではルートなんですけれども、このタイムトライアルの上に行き右十字キーを押してゴール地点を確認してください。で目的地に紫のマーカーをつけてください。そうするとルート出るんですが、このルートは全然通りません。最初の方半分ぐらいはね多分ショートカットすると思います。でルートちょっとねチェックポイント見せていきますね。まず始まったらいきなり細いところを登っていき線路逆走していきます。でここ線路ね走ってると電車来たりするので注意してください。電車が通過した後からねスタートさせるといいかなと思います。でずーっと線路をずーっと伝っていき、ちょっとした川みたいなところも越えて橋ね気をつけてください。でさらにまた川を越えると、で今度は砂漠の地帯に行った時に滑走路をちょっと右にそれていく。で滑走路の時点で1分50秒ぐらいで脱出してればおそらく間に合うんじゃないかなと。あとはルート通りっていう感じですね。列車のタイミングを見ずにやるとこのような失敗例もあります。例えばちょうど橋に差し掛かった時に列車が来てしまう。こうなるとねどうしてもね、通ることができません。またこのように来ていてギリギリね、横を走って通過するなんてこともあるので、こちら参考にしてみてください。
続いては今週の RC タイムトライアルです。同じく表示オプションからその他カスタム表示にしてください。でこれの条件なんですけれども、参加条件としてアリーナを持っている、また RC カーバンディットですね、これを持っていることが条件となるので、わざわざ買う必要ありません。もともと持っている人などがチャレンジするといいと思います。また操作についてなんですけれども、急ブレーキとかもしくはね全速力で曲がるってことをしないようにしてください。ほとんどアクセルをね押したり離したりっていう感じで、まあルートもね何度も何度も取ることで覚えるっていう感じで、スタートしてみてください。やり直すときは右十字キー長押しです。I know.